はい、今回はですね、風魔の小次郎で、テーマはいわゆる風魔最強の5戦士、あるいは最強の5人とも言われているんですが、この5人についてお話をしていきます。早速いきましょう。まずは小次郎ですね。はい、本作の主人公で、名前はね、佐々木小次郎から名付けられたみたいです。なんで、ライバルの飛鳥武蔵は宮本武蔵なんですよね。だから一応風魔一族で忍びなんですが、その有名な忍者とか忍びの名前じゃなくて、剣士の名前をつけてたんですよね。武蔵に関してはね、忍びではないんですけどもね、彼は。で、主な必殺技としては風魔烈風拳などがあります。で、この小次郎といえばね、その北条姫子に一目惚れとかする、そんな描写あったんだけど、ちょっとこれ新鮮でしたね。車田先生の作品ってまだ自分一部しか読んでないんですが、どうかな、女性好きの主人公って少数派なんですかね。今んところ自分まだそのセイントセイヤとか男坂とか今リングにかけろとか、そういったメジャーな作品を中心に読んでるんですが、セイヤはモテはしたけど、アニメとかではそういう描写あったかもしれないんだけど、沙織さんにぞっこんなとこあるんだけど、めちゃくちゃ女好きっていうイメージないですし、仁義はまさに硬派な感じですよね。はい。で、その一見するとね、この小次郎って他の一族の兄弟の方のが才能がありそうな印象もあるんですが、主人公らしくね、そのポテンシャルは計り知れないですよね。圧倒的な主人公補正と言えるかもしれないんですが、その強盗風林火山がね、覚醒した状況での、小次郎っていうのは間違いなく最強候補だったのかなとは思うんですが、一方でやっぱ武蔵もかなり強いんですよね。武蔵が最強って言われてる方もいらっしゃるんで。で、続編の野牛暗殺帳でもね、切風たちに対して、彼らのような天才肌に勝てるか、不器用なりに考えていたって話す場面もありましたね。で、作中ではね、言うまでもなくね、主人公なんでね、最も活躍したキャラと言えるんですが、武蔵との戦いで序盤ですが、重傷を負ってしまって戦線離脱するなど、この時木刀でね、太ももを貫かれていたんですけど、結構痛々しかったけどね。はい。で、全くだからね、出番がない時もしばしばあったりしたんですよね。他にも政権戦争編でも他の戦士が戦ってる時とかですよね。で、夜叉編ではね、蘭子から強盗風林火山を託されていたんですが、政権戦争編でも、風林火山の正統の戦士として、カオス皇帝たちと死闘を繰り広げていました。その後も風林火山は失ったものの戦士として成長し続け、風魔反乱編では難敵シモン打倒に成功していました。で、さっき言った野牛暗殺帳では、戦いでの無理がたたってしまい、両腕がまともに使えず戦える状態ではなかったんですが、登場時ね、再び闘志に火がつくと、敵として立ちはだかった風魔一族に果敢に挑んでいましたね。あと新たな敵とも戦っていたりしていたんですが、あれを見るなり無理をしているところはあるかもしれないんだけど、怪我はもう大丈夫そうな感じはありますね。で、次に龍馬ですね。はい、風魔一族でありながらサイキック戦士でもあります。はい、リアルタイムで読んでいたらひょっとしたら一番好きなキャラになってたかもなってのは思いますね。はい、必殺技としては風魔至強拳っていうのがあって、これね、敵をね、鏡に閉じ込めて、その鏡を叩き割ることで倒してしまうっていう技ですね。そういったタイプのね、キャラクターって他にもね、他の漫画とかにもね、そういう技を使うキャラっていると思うんだけど、自分はなぜかの筋肉マン2世のプリクランとかね、そういった技使ってたなっていうのをちょっと思い出しましたね。はい。で、その要はその切風と龍鳳を助けた際に、これ小さい頃ですけど、左目を失ってしまったんですが、同時にその時にサイキックソルジャーの力も、覚醒させているんですよね。ちなみにサイキックの力使いすぎると死んでしまうみたいです。このサイキックソルジャーとしての能力は、武蔵と比べるとちょっとやっぱ劣るところはあるみたいですけどね。
で作中では武蔵やシモンなどいわゆるボス的なキャラとね一戦交えたりとか、まあ要は聖剣聖装編では青蘭家の正統の戦士として、まあオズを倒すなども小次郎に次ぐ活躍を見せていたのかなと思いますね。でまあ今挙げたようにね強敵たちとの対戦がね龍馬多かったんでここ死んじゃうのかなみたいなに思わせる展開も一度や二度ではなかったんですが、まあここはなんか小次郎と共に生き残っていますね。まあ、あの聖剣聖装編では一度死んだってされているんですけどね、復活したんですよ。で柳生暗殺帳でもね姿こそ現さなかったもの、ちなみにコミックス1巻の表紙には後ろ姿で映ってたかな、はい、ただまあ最後3巻のところでその小次郎に加勢するような描写がありましたね。まあこれ要はね第3巻って16話までしかね掲載されてないんです。17話がねだから読めてないんですけど、ひょっとしたらそこで登場していたのかもしれないですね。で次にですね劉邦ですね。これあの漢字は違うんですがやっぱあの中国のあの皇帝の劉邦からつけたんですかね。でそんな彼なんですがとにかく出番が少ないですね。あの敵も味方もねあのガタイがいいキャラはね不遇っていうのはまあ車田先生の作品では結構あるんですけど、まあ本作でも同じ感じだったということでしょうか。まあウィキペディアとかだとね夜叉編で唯一まあ未戦闘戦闘なしで生き残った戦士と若干ちょっと皮肉混じりの説明がされているんですが、風魔反乱編では大きな見せ場もなくシモンに瞬殺されてしまいましたね。で柳生暗殺帳では復活してですね小桃を身を挺してですね、ガンマっていう敵から守っていたんですが結局最後は倒されてしまいました。でその後ですね死してなおね小桃をね離そうとしなかったため、まあ、遺体からね両腕が引きちぎられてしまうっていう描写もあってちょっとえげつないなとは思ったんですけど、ちなみにあの小桃って自分ねあの柳生暗殺帳の新キャラだと思ってたんだけど、一巻あたりにあの幼い頃の小桃登場してたんですよね、はい。でまあ、ちなみにですね劉邦のおかげで小次郎はそのガンマっていう敵の攻撃を見切ることができたっていう、まあ、だから彼の死は無駄ではなかったみたいなことはそんな風には一回書かれていましたね、はい。で次にですね昇龍と光雲ですね。ここではあの双子の兄の光雲についてもお話をしていきます。まずは光雲なんですが、羽を使用した忍法を得意としていますね。まあ、必殺技としては白雨神などがあるんですが、これはね、まあ、攻防一体の技でいわゆるあのセイントセイヤのねあのネビラチェーンを連想させるものだったかなと思います。でねあの光雲の使用する羽っていうのは色によって性能が異なるんですよ。まあ敵の周囲に舞って動きを封じる白い羽、そしてまあ一直線に飛んでいく青い羽、弧を描いて飛んでいく赤い羽ですね。でそしてさらに他の羽の真下に潜んで飛んでいく黒い羽、まあ影羽と言われていたものなんですが、そういったものがあります。まあこれがかなり癖物ですよね、はい。でまあこのね色によってね性能が異なる羽っていうのはこれコメントいただいてね気づかされたんですけど、まああのねセイントセイヤのゴールドセイントですよね、あのピスケスのセイントのバラに引き継がれているのかなと思いましたね。ピラニアンローズとかブラッティーローズとかですよね、はい。でまあ、あの夜叉との戦いでねあの光雲は先陣を切って白虎っていうねまああの一族をね、まあ、敵をね追い詰めるんですけども、まあ、乱入した支援と相打ちとなってしまい風魔一族の最初の犠牲者となってしまいました。でここはあのまあ確か読んでいてすごくね魅力的なキャラだったんで、まあ、いきなり死亡してショックを受けましたね、はい。まあ、だからその光雲が好きっていうコメントもねあの結構いただいてるんですが、やっぱり人気キャラクターかなとは思いましたね、はい。ちなみにねその柳生暗殺帳ではね復活して小次郎と対戦しているんですが、この際ですね、まあ、光雲の幼少期やその考え方についても詳しく描かれていました。あのまあその前の動画でも言ったんですけど、柳生暗殺帳ではね比較的出番がなかったキャラクターにもスポットが当てられているんですよね。
で次にですね、昇龍ですね。はい、実はまあ現時点で一番好きなキャラクターなんですが、さっきも言ったように光雨がね結構魅力的だったんで、そのキャラを受け継いだ昇龍が好きになったっていうのもあるかもしれないですね。だから読んでいて、さっきも言ったんですけど、光雨もったいないなと思ってたんですね、あのキャラクターですぐ死んじゃうのは。だからただすぐさま昇龍が登場して、あ、ちょっとほっとしたって、なんていうか、まあ完全に補いきれて、やっぱ光雨は死んでしまったんで補いきれてない部分はあったんだけど、ちょっとほっとした部分はあったんですよね。こういったタイプのキャラがね、そのままね、いなくなるっていうことはなくなってよかったなっていう意味でね。はい。で、まあ、兄の光雨と同じくですね、羽を使用した技を得意とします。で、まあ、光雨に、まあ、化けていた白虎の正体を見破り、仇を取っていましたね。ただ、まあ、風魔反乱編ではシモンに倒されてしまいました。で、まあ、野牛暗殺場では光雨と共に復活し、小次郎たちと対戦していましたね。で、まあ、戦いの最中ですね、兄弟が連携して放つね、火遁忍法、総炎陣っていうのを使用していました。これも羽を利用した技でしたね。はい。で、次に、まあ、今回最後なんですが、霧風ですね。セイントセイヤの旬っぽいキャラクター、そういった外見をしているんですが、まあ、大きく、まあ、キャラクターは異なるかなと思います。まあ、コメントを拝見しているとかなり人気がある印象ですね。やっぱ、霧風についてね、話していない動画のコメントの中でも、やっぱ霧風が一番好きですっていうコメント結構、拝見したんで、はい。で、そんな霧風なんですが、霧を自在に操ることができ、相手を幻惑させることもできます。まあ、必殺技としては風魔無限陣というものがありますね。で、夜叉との戦いの最中ですね、颯爽と登場すると雷電、暗鬼という2人の夜叉八将軍を倒していました。だから第1部ではね、かなり戦果上げてるんですよね。で、まあ、風魔反乱編では、シモンのマインドコントロールを受けてしまってですね、龍馬たちを襲っていたんですよ。で、まあ、自らの心臓を貫いて、一度はマインドコントロールを解いたかに思われていたんですが、まあ、反乱の首謀者の名をですね、明かそうとした時、再びマインドコントロールが発動して、舌を噛み切って自決してしまったんですよね。この場面、かなりショックでしたね。自分一気にガッて風魔の小次郎を読んでるんですけど、長い間かけてね、ジャンプとかでね、読まれていた読者はもっとショックだったのかなとはちょっと思ってしまいました。ただまあしっかりとね、首謀者の名をね伝えていたのがせめてもの救いかなとは思ったんですけれども。で、まあそんなね、霧風もね、野牛暗殺場ではね、復活して小次郎と直接対決をしていましたね。はい。まあ、なんでね、なんていうか、そのね、5人ともね、今回紹介したが、劉邦はもっと活躍してもよかったのかなと思うんだけど、他のキャラクターは非常に、なんていうのかな、セイントセイヤ、自分セイントセイヤから入ったんですけど、まあ、セイントセイヤの5人にね、負けず劣らず魅力的かなとは自分は思いましたね。ということで、今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。